まあ、こんばんは、こんにちは、ジングクランの、隊長やってますタクです。昨日のね、昨日、17かの16の深夜かに、入ったね、パッチで、この、グローハウス、今までコンクエストショーだけだったんですけど、64人のマップにもなったので、ちょっとね、クラン今4人で、遊ぼうかなというところですね。一応これ後付け実況になってます。で、基本的にはね、このマップ、B はね、すごくごちゃごちゃして感じづらいので、立ち回り的には、ACで、チャーリー敵とね、勝ち合っちゃって、やっぱね、64人になるとかなり人数も多かったので、今、避けようとしてやられましたけど、立ち回り的にはね、いいんじゃないかなと思います。で、やっぱね、64、まあちょっとね、今日このグローハウス上げるんですけど、あとね、もう一個ね、ちっちゃいマップで64人になったやつ。ありますので、それはね、明日あげようと思います。で、今ね、チャーリーを取りましたけど、敵のね、リスがね、この、これは上乗ってんだけど、ちょっとね、ま、あのラグくて、いきなり落ちるというアクシデントですけど、ここね、結構湧いてくるし、この建物の中で、いるので、まあ、できるだけ、マップは、見ながら進んだ方がいいと思いますよね。ね、で、味方がね、アルファを下ろしてくれてるんで、とりあえずチャーリーを防衛ということで、今はもう出撃する前のミニマップで赤点が見えてたので、その敵を排除しないというところですね。で、マップの範囲外、まあ、これで見ると正面の方ですかね。まあ、今右の方、ね、から敵が湧いてくるので、上に乗っかってる敵がスポットしてくれてるのでね、ああいうふうに分かったのを排除してきますってところですね。で、今も、マップちらっと見えてるので、私の場合はね、まあ、何回も説明してますけど、マップは 200% にしてますので、普通よりもね、だいぶ奥まで、カバーできるということですね。まあ、慣れればね、非常に便利なんでね、おすすめはしたいとは思いますね。で、今敵のリスを、カットして、C が空いたので、C チャーリー入ってきてしまったので、また取り戻すと。で、自分はね、あんまね、B 行きたくないので、基本的にはもう A、C、アルファ、チャーリーでいいんですね。で、イットもちゃんと取れていれば、いいと思います。で、あとはね、まあ、上に乗っかるのはね、まあ、我々はしないので、ちょっとバランス見てね、あれですけど。まあ、今回は、上にも、まあ、程よく乗っかっているので、そういうことをしてもらってるっていう状態ですね。まあ、戦いやすかったなという感じですかね。で、こういうあの細かいところっていうか、ちっちゃいこう部屋とかにいますので、ちょっとね、奥に入ろうかなと思って、後にまた2人出てくるという。で、今回はエンホザーってやってるんですけど、エンホザーね、あの武器、まあ、火力強い武器持ってるので、きちっと当てていけばね、ちょっと遠い敵でもやる。あとは、こう、パカッと狙いとくるから、気をつけながらっていう立ち回りですね。
あんま語ることねえんだけどな。で、あとはね、これ大マップ見る癖をつけた方がいいと思うんですね。見方わかんない人いるのかな。まあ、スコア出すって、L1? L1 とか R1 で押せば、大マップに切り替わると思うので、その辺をね、よく見ながらやってた。あとはね、これ敵ちょうど後ろに寄れたら下から上がってきた時はまあ下から気をしてます。で一応今 C4 投げたのは、それをね、撃ってるマップを見て追ってきてる敵がいることを、仮定してね、今上がってきてきませんでしたけど、仮にね3人分隊とかであれば、今の2人プラス1名で、ね、くっついてくれば今の C4 で1人飛ぶはずなんで、そういうところをね、先読みっていうかね、まあ何にもないと思いますけど、はい、ね、今アルファ取り来たんですけど、こうね外側から、のリスクを排除しつつもがいてきましたよね。リスクがねこう真ん中に寄っていって直接取るのもいいんですけど、どうしてもね旗の範囲が狭いので、どうしても耐えるまでちょっと細かく、クリアしながらっていう感じでやる方がいいと思いますね。で、アルファは、どう説明したいのか、まあ、こっち今ちょっと進んでましたけど、こっちの、ね、奥ね、この空洞になっているので貨物列車の中と、あとは反対側の、丸いね、筒状の建物というかタンクかな、あっちの方も開いてくるんで、ね、まあマップ見ていけばね大体覚えてくると思うんですけど、あとはああいうドクロ幕で、味方が死んでるドクロ幕が例えば2つ並んでたら、それをね、線を結んで延長線上に敵がいる可能性が多いというのも、予測した方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ可能性というかね、なんつうの、自分がね、キルされないためにどうやってあの人が倒されたのか想像しながらやるといいんじゃないかな。で今ね、味方がこっちに寄ってくるんで、僕は右の方でね、今日はこのマップやったのはあげますけど、次回はね、ザ・ブロック、同じように縦に3つ並んだ拠点でこう建物がねごちゃごちゃしてるやつを、当てていこうかなと思ってますね。次回はね、でね、私の場合はね、特権陛下というか、特権の陛下があるんですけど、どっちかというと、オペレーターが一番多いのかな、スコアで。その次に、オペレーターかな、違うか、メカニックかな。メカニック、エンフォーザーですかね。オペレーター、メカニック、エンフォーザーで、オペレーターは今まであればね、やっぱオペレーターが一番いいんじゃないかなと思います。っていうのは、回復できますからね、自分で、回復、医療パックを巻いて自分で回復するっていうのができるので、一番それがいいんじゃないかなと思いますね。であとはまあ我々みたいにねこう分隊組んで入ったり、まあ友達同士でねフレンド分隊を作って入ったりする場合は、まあ例えばね全員受け入れなくて、その中の1人がねじゃあインフォーザーで弾を、この辺の役割分担をしっかり。
か楽しめるじゃないですかね。あとは例えばね、敵の拠点に突っ込む場合はオペレーターの人たちを後ろに持ってって、まあ今上手な人の方がいいかもしれないですけどね。まあね、最後にオペレーターが来れば、味方をね、味方じゃねえ、敵をね全滅させた後に蘇生してます。やつは始末した。すれば、全員のっていうか、みんなのね、キルは少なくなる。やつは始末したぞ。そういうのも、やってる。前だからっていうかね、自然にそうなってくるのが一番いいんですけど、その辺をね、向き不向きっていうのかな。で自分の場合はね、もともとバトルフィールド方では援護兵結構やってたんで、例えばね乗り物、まあアドレンドってね乗り物あんま出てきて、あんまりっていうかね、タンクとか戦車とか出てこないんですけど、その時はねかなりC4 でね、乗り物を、爆発、破壊してたんで、結構ね、この、エンフォーザーだと爆発装置とか、それをね使って、人間なり、対人なりという方法をよく使いますね。で自分は盾、はまあ、武器解除するときはちょっと使いましたけど、基本的に盾は持たない主義だと。家庭はね、自分には言いつけない。あんまりね、味方の役に立たない可能性が高いので、だったら、そっちを使うという感じですね。今のね、味方の問題としてはね、マップに敵が出てたのに、そっちは方法ですね。きっとあの人は、見ない人なんですよ。きっちりね、ちゃんと。マップは見れるようにしとかないですね。で、今のチケットは結構ね長いんだよね。うち今3拠点全部取って、でね、そうそうそう、名声っていうのかな、今、右下で、点滅してるやつね、弾増やすよとか、名声スキルかですけど、エンフォーザーはね、説明がありまして、まあ、次回の、ね、ブロックの時に説明しようと思うんですけど、やっぱね、まずグレネード。あとは、弾をね、補給スピードにする。確かに2番目はグレネードの数を増やして、3番目が、弾薬の補給スピードを上げるやつなんですけど、それ2つ持ってるとね、例えば、もうね、あんまり動かないで敵が出てくるのもあるんですけど、パターンあると思うんですけど、そういう場合はね、グレネードの補給するスピードがすごい速いんですよ。で、1回に3発ぐらい溜まるので、結構ね、気合戦みたいなね、死んでもくれ！結構ね、敵を前に出すっていうのができる、おすすめですね。で、まあ、火炎瓶あるでしょ？火炎瓶だと、しばらく燃えてるところがね、敵が乗っかると、結構ね、使い方としては、普通のフラグ当たるフル判定って言ったら、範囲はでかいんで、変ですけど、敵のね、足止めするっていう意味だと、火炎瓶の方がいいと思うんですね、省エネ。
チャーリーの方は結構あの耐えたんじゃないかと思いました。で今ね、あ、そうだ、ここにも行きましたこれで、グルの数を増やしたんですよ。もう一個、見せますと、ショーイグレネードこそ、ショーイグレネード投げるぞ、弾薬があるぞ、ショーイグレネード引くぞ、ショーイグレネード、ちょっともうあそこから敵前は行きませんから、ショーイグレネード行くぞ、ショーイグレネードでも食らえ、よし、弾薬を受け取れ、あれ、ステップはグレネードの数って結構ない今段数残り21発っていうね、あのマガジンの残り段数やってます。その、左下にねグレネードの、アイコンがあって今1位になってますけど、ね、おい発も弾薬を受け取れ、今はもう、あの場に一人入りしてる。一応ね、援護されて一人やられたぞ。もう一個つけると、もう一個と面接つける4人まあね、死なないでずっと立ち回りしてると、よし、大丈夫だ、やつらに島を奪われた。あとはね、まあまあ、あの初めての人の敵のね、赤い印、味方の、ブルーの印、三角形の、大きさが微妙に違うので、いつになるかとは思う。あれ、一応ね、自分よりも高い位置、低い位置にいると、三角形の差がちっちゃくなるので、例えば自分よりも階層が上だよ、下だよと判断するためには、大きさを把握しておいた方がいいと思いますね。こっちに戻ってくれ、サーチを見つけたぞ、おい、大丈夫だ、そうそうそう、あの一応ね、手加減なしだ、目を覚ませよ、近くにチャンスだ、戦争がしたいのか、いいぜやってやる、まあこんな感じでね、どんどん値を上げていこうと思いますので、よかったらねチャンネル登録もよろしくお願いします。一応ね成績は48点の中央ですと感じでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。